で僕がここで あの絶対撮ってるでしょ、その顔はもう撮ってたでしょ、その時撮ってたでしょでそこと細胞だけつけばいいじゃないですか。じゃああのあれ撮ってんじゃんこれはあのあれあのまだクイズ出してっから、クイズの答えあのコミュニティで何のクイズですか。ちょっと待って、見させてください。うん。で、まあ、何言ってください。1問目が秋分の日のジャンガークイズで、1994年、教祖が初めて尾崎正史プロに帯同したダンロップオープン、茨城ゴルフクラブ東コースで行った、もちろん優勝ですが、乗っていった車は何でしょう。そんなの分かりますよ。ちなみに正解の車は、1996年、大洗ゴルフクラブで開催された三菱ゲラントーナメントにも乗っていってます。いや、わかりますよ、それよ、あのタク言わなくてもわかる。わかる。だって、有名じゃないですか、茨城ゴルフクラブのあの前の道が、まあ、今ちょっと綺麗になってて、ちょっと広くなってますけど、あのギャラリーの大渋滞でコースに入れなくて、あの逆走していった車でしょ。それはまた翌年だと思う。嘘それは違うと思う。でもだって、僕が入る2、3年前から車変わってないでしょ。車変わってないけどいっぱいあるから。知ってますよそれは。でも分かる、車変わってないっていうのがもうそのヒントに。何？フーパー。え、フーパーじゃないの？フーパーは乗ってったことない。あのフーパー乗ってったのは、うん、あの仙台 JCB とか乗ってったけど。じゃああのロングで行ったの？そう僕があの東京駅であのあのなんかコンコンコンって言われてあのなんか怖い人に連れてかれそうなやつ。僕あれの時ロールスで行った。で、その時センチュリー、プレジデントがたまたま調子悪くて、あのロングしか動かなかったの。そう。でフーパーもまたあれでさ、今だから結構言っちゃっていいでしょ、うん、あれホイールが改造してあって、あれ違反じゃないですか、あのホイール。あ、そうなん。あのホイールからちょっとこういうのガーンつって出張ってたじゃないですか。あれ違反ですよ多分。いや、それは知らん。これね、4択にして、はい、1番目がフーパーで、ロールスロイス、はい、フーパー。フーパーだと思う。で、2番目がロールスロイスのシルバースパン。で、3つ目がロールスロイスカマーグ。で、4つ目にプレジデント。で、プレジデントが一番多かった。だってあの頃ずっとプレジデント。確かにプレジデントもあったけど、でもこの試合に乗っていったのはロールスロイスのリムジンの。だって駐車場どこのホテルと思ったんですか？駐車場ないじゃないですか、ね、あれはね、大倉のね、大倉ホテルだと。はいはいはい。つくばのね。はい。だからもうあれでしょ、あの目の前にドーンって止めたんでしょ。あのバスが止まるようなとこあるそうですよ。ということで正解は 26% しかいなかったけど、今のとこね、はい、2番の、ロールスロイスシルバースパっていうのがこれ第1問。あれさ、あんなでっかいのにさ、今でも結構僕運転してるんですよあれ、うん、もうだって前の習志野から出るときにまず回りきらないから信号を赤にするか、あそこ の三菱、元三菱コルトンのあそこ左曲がるのに2車線つかなきゃ曲がれないじゃないですか。いや、そんなことない、そんなことない。いや、そんなことない。いや、結構あれシビアですよあれ。いや、そんなことないって。ロールス意外と小回り効くから。いや、そうですけど、あれ長いからちょっとバスっぽくご飯でやるだけの話。バスっぽくいかない、まあ、2車線使うほどじゃないよでさ、意外にハンドルが細くてね、これね。で、あれだけ、ジャンボさんの後ろの席とこう、そうガラスがウィーンって上がったり下がったりするやつねということで意外、マジもうちょっと喋らされてたよ、昔の車の、趣味の車の。いやいや、もう答え出たからいいよアクセルとブレーキがさ、意外にさ、ちっちゃいっていうかさ、こうあれ、これ、止まるのみたいな。あ、それは遊びあるよ。だってお前の運転みたいなこんなんカーンってできないような車だ。ワインをここに置いといたってこぼれないような車なんだから、ロールスロイスって。だから僕の運転は下手みたいな、そういう言い方してるの。いや、荒いって言いたいだけの話だよ。いや、宮下さんのアンダーの方が怖いっつうの、カーブの入り。いや、そんなことないまあいいや。で、2問目、これはもうサービス問題を作った。2013年、尾崎正史プロが釣り屋オープンでレギュラー2初のエイジシュート達成しましたが、そのスコアはっていうことで出したんだけど、3択で、はいはい、3択。
意外とみんな間違えるなんでなんで間違えるの分かんないなんでだあの1番が61ストローク、はいはい、2番が62ストローク、はい、3番が65ストローク何で間違えるんですか分かんないだから記憶の定かじゃないんだろうね記憶障害的になっちゃってるの今でも覚えてますよもう本当にまあでもあのパーセンテージ一番多いけどね正解が、うん、ってことで正解は62ですそうですだってあの時面白いのがジャンボさんがボン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 スコアあの前半でまあ5アンダー出来上がって、うん、そこからまたボンボンボンでバーディーとか取ってた時にあのみんなあの携帯のこのスコア速報が壊れたと思ってたから何やってんのと思ってまあいいやそれということで62ストロークでしたと 50% ぐらいかななんかもうあの Google で調べたって人もいたけど前の日の覚えてます何が未だに前の日の事件僕の事件ですよあの転んだだけでしょ何の事件でも何でもないよただ雨の日あの鉄のところあの昼飯食い行くのに急いでてつるんで滑って転んだってだけの話やだもう一回転んどけよ電話出してくれということで62が正解でしたということでいいね